塩化コバルト無水あえ物塩化コバルト6水和物水和物とは無機化学及び有機化学において水分子を含む物質のことを表す用語である。含まれる水のことは水和水と呼ぶ水和水の数によって一水あえ物、二水和物、三水あえ物となる。多いものでは硫酸アルミニウムの17水和物などもある水和水の多い化合物には 過放和を起こすものもある。酢酸ナトリウムや地硫酸ナトリウムが例として挙げられる。ただし、水和水があるからといって水に溶けやすいとは限らない。硫酸カルシウムなどがその例である。水和水は加熱すると失われるが、摂氏100度以上での加熱を必要とするものもある。加熱の程度によって様々な割合の水あえ物の,の生じる化合物も,もある。 炭酸ナトリウム重水和物のように、自らの結晶水に溶ける化合物もある。水和物を持つ化合物は無水物に比べ水に溶けやすい性質を持つ。結晶水を持つ化合物の無水物が水に溶けるとき、発熱反応となる。これは物質が結晶水を取り込んでから水に溶けるためである。また、乾燥した空気によって、 自然に結晶水を失う現象を深いという。しかし、懲戒は結晶水とは関係ない現象である。無機化合物から有機化合物まで様々な化合物に存在する。無機化合物のうち金属化合物は水和水と作体を生じていることも多い。例えば、硫酸銅の青色は銅と水の作体の色で熱して水和水をなくすと白い粉末になり、 これを無水硫酸銅という、青色の結晶の硫酸銅は5水和物である。一方、塩化コバルトの場合は6水和物が赤紫色に対し、無水物は青色である。ありがとうございます。